皆さんこんにちは。黒子の部屋へようこそ。今回から3回にわたって戦国史上最大の合戦関ヶ原の戦いを描いた映画関ヶ原のロケ地をご紹介します。この映画は滋賀県ゆかりの戦国武将石田三成を中心に描かれた超大作です。今回は滋賀県彦根市にある万年山天明寺へ来ています。ここでは歴史的に有名なあの出会いのシーンが撮影された場所なんです。城下町を一望できる丘の上にある曹洞宗の寺天明寺。天明寺は五百羅漢で有名なお寺で、必ず会いたい人の顔が見つかるという伝説があります。五百羅漢がずらりと並ぶ様はまさに壮観です。今回の撮影場所はこちら、天明寺羅漢堂です。こちらでは映画の冒頭で三成と秀吉の出会いのエピソードとして有名な三軒の茶のシーンが撮影されました。この場所は原田監督が実際に羅漢堂を訪れ、その迫力を一目見てロケ地の決定をされました。それでは早速撮影しましょう。再現シーンを撮影できました。次回の滋賀ロケの黒子の部屋では引き続き映画関ヶ原のロケ地をご紹介します。とっとご覧あれ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければぜひ滋賀ロケーションオフィスのチャンネル登録をよろしくお願いします。